はい、皆さんこんばんは。ワドツです。声聞こえる？音声問題ない？今日は、2018年4月の19日14時10分です。よろしくお願いします。クモンリュウとは連絡取れてないね。今日たくさん配信するよ、稼がないとね。はい、ワドツ、こちらこそありがとう、ありがとう。いや、いろいろ考えたんだけどさ、なんつうんだろうな。なんか、リスナーの言ってることの方が正しいんじゃねえかな、とも、ちょっと思い始めたんだよね。リスナーが言ってる、まあ、なんか、こう、乞食をずっと続けてても、先がねえんじゃねえかって思い始めたんだよな。だから、働いた方がいいのかなとか思ってんだよな。で、まあ働くことにしたわ、ちょっと。まあ確かになっていう。リスナーさんの言うことも一理あるなと思って、やっぱさ、遊んでばっかりじゃ認めらんないからね。いやいや、もう楽して稼ごうっていうやつ俺大嫌いだから。楽して稼ごうってやつ大嫌いなんだよ。そう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 。やっぱりね、社会人として認められないですよ、仕事してないと。そう思いません？でしょ？ちょっとね、俺もね、リスナーさんの言葉がぐさぐさ刺さってきたね。ちょっと。いや、まだ決めてないけど、何にも。なんか働いた方がいいんじゃねえかなとか。ぼやっと思い始めたんだよね。いや、ほら、青山とか若いじゃん。俺とかもう33だから先がないからさ。もう、なんつうの、青山とかって若いから、いくらでもやり直しが効くと思うんだよ。でも、俺と青山比べたらダメでしょ。いや、ね、池上さんも働いてるしね。いや、佐野見たくなるの怖いよ、正直。アイムスキャーリーだよ。アイムスキャーリー。いや、だって稼げるっつってもさ、半年後どうなってるか分かんない世界だよ。そうそう、青山稼いでるしね。俺とは違うんだよ、青山。いや、25と33は全然社会的に違うよ。20代は全然やり直せるよ。20代は全然やり直せる。いや、ちょっとね、働いた方がいいんじゃねえかなって思い始めたね。全然違う。33と20代中盤は全然社会的な扱い違うよ。2年食ってきたのはリスナーさんのおかげだよ。本当に。33もこれからなのかな。でもさ、周りがバケモンばっかりじゃん。本当の、なんつうの、すげえやつばっかりだから、まあ不安にはなるよね。ちょっと働こうかなって思ってるね。まあ配信はやめないよ、その代わり。配信を続けるために働くわけだから。もちろん、あの、配信を楽しく続けるために働こうっていう判断をしてるわけ。そこは誤解しないで、ね、配信やめるって言っただろうとか言われても、それ全然違うから。そこだけあの、なんか上げ足取らないでね。本気だから、俺は。配信やめないよ。配信やめてよっていうのはひどすぎるだろ。ほっとけよ、それこそ。それこそほっとけよ。そこまで詰めるの。そこまで詰めるの。配信やめない。配信もやめてって傷つくからやめて。配信やめないために働くわけだから、ひどいこと言わないで、あんまり。仕事にどうなんだろうね。いや、働いたら負けだけど、やっぱ不安だよね。花火だけで生活するのはもう怖いよね。どうなんだろうね。まあ、ちょっと頑張ろうかなと思ってんだよね。
まあまあそんな感じ。広くないよ。7畳だよ、この部屋。7畳。いや、覚えてるよ、覚えてるよ。全然覚えてるよ。ただ、俺が気分屋なのも知ってる？覚えてる？日々進化していく男だから、昨日の俺はもういないんだ。今生まれ変わったわけ。そうそう、やっぱり保険もかけないとダメなのかなって思い始めた。保険をかけながら生きていかないと、やっぱりのりことの将来とかもあるから、うん、いやまだ全然考えてないで、漠然と働かないとダメだなと思ってんだけど、漠然とだね。なんかまあ漠然ともう本音を吐き出そうと、弱音を吐き出そうと、うん、俺はだから働こうと思ってるよ、うん。今までどんな仕事？アルバイトも転々としてたね。うん。もう映画もやめようか。もう働こうか。映画もやめよう。やめよう。やめだ、こんなもん。夢見てんじゃねえよ。うん、映画やめだ、こんな。やめだ、やめだ、うん。と言いつつも、やっぱり映画はやる。キャメラは買いたい。やめない、やっぱりやめない。旅行く？やめることをやめた、うん、働かない。いや働かない、逆に。いや働こうかな、うん、いやどうしよう、キャメラだけ買う。いややっぱり映画撮る。いやもうそんな感じ。旅行く？うん、働いたら負けなのかな、どうなんだろう、うん。ふわっちの運営とかやったら速攻潰す自信あるよ、うん。いやブレまくってる。花火師は消えた。消えた。花火師も消えた。俺も分かんない、もう。自分が怖い。自分が怖い、本当に。うん、俺が一番怖いのは俺。いや、さすがにね、生活保護は嫌だよ。うん、日雇いか、できるかな、根性なくてもできんのかな、どうなんだろう。ズーズーしく生ポ、ズーズーしく生ポになった方がいいの。花火も上がらない、もう花火も上がらん、消えた。物価の安い国に逃げる、そういう手もあるのか、その手があったか。配信だけでやってほしい。25号さん、花火ちょうだい。花火が上がり続ければこんな不安はないんだよ。ギブミー花火だよ、ギブミー花火。もう働かなくていい環境に俺を押し込んで、社会復帰無理かな、もう無理なの俺は。社会に居場所ないの？社会に居場所もしかして内系？どうなの？あるの？まだ大丈夫？まだ間に合うかな？生ポは生ポで不安だけどね。起きれないんだよね。あ、クモンリュウが生ポだったのは衝撃だったよね、うん。いや、配信はやめないよ、うん。カンボジアに行く必要が分かんないんだけど。なんか、いい方法ない？ちょっとマジで助けて。最善の方法あったら教えて、最善の方法。最善の方法。ちょっと、顔洗ってくるわ。わかんねえもん。
不問流、いや生ポは別に健康でももらえるかんね、まあでもねちょっと意外だったよね、くもん流が生活保護っていうのは。いや、どうしたらいいのかな俺は。なんか向いてることない、天職。カスだよ、もうカス野郎だよ、罵って、俺のことぶったたいてくれ、俺のことを叩くんだ、叩け叩け、みんなで生ポもらおうって、それは良くないよ。働けるときは働いた方がいいんだよ。うん、いや、たけしさんからお金もらえないでしょ。会ったことないわ、たけしさん。うん。減らってるなぁ、つって。うん。もう、キャメラの話はやめよう。今、キャメラの話やめよう。宗教団体は現実的じゃないよ。うん、ケースワーカーはね、半年に1回ぐらい喋ったかな、俺は。ケースワーカー半年に1回ぐらいだった。訪問するのは。まあ、新宿だから多分忙しいからだと思うけど。宗教団体は儲かんないよ、今。いや、宗教で儲けるやつって本当にペラだけでやっていける実力ないと無理だから、本当にカリスマじゃないと無理だよ。結構大変だよ。いや、キャメラね、キャメラ、あ、ごめんごめん、キャメラって書いてなかったね、ごめんごめん、俺のミスだわ、キャに変えとかないと、俺のミスだわこれ。宗教団体税金まあまあかかんない部分は結構あるね、結構かかんない部分はある。音響の仕事、音響はめちゃめちゃ金になんないよ。一流の PA の人とかでもほんと15万とかだよ。20万いく人とかもう本当になんだ、売れてるバンドの専属 PA とかだよ。あの本当に金になんない PA は。いやー、もう無理だわ、もう限界が来たわ、うん、最近の花火の上がらなさ具合で分かった、俺はこの世界向いてねえ。まあまあ和道教のお布施かもしんないけど、でも信者が減り続けてる、信者が減り続けて、もうそろそろ被害者の会が設立されるんじゃないかって思ってるから、元旅団たちが結集して、元旅団たちが反旗を翻して、そろそろ和道アンチの会ができそうで怖いんだよね。30発も上がってないよ、アイテムゼロだよ、現実見ろよ、アイテムゼロだよ、花火30発上がってねえよ、目ん玉ひんむいてみろよ、付け人ってなんだよ。ピンチはチャンス、めちゃめちゃポジティブだなお前。お前この絶望的な状況でよくそれを言えるな、かっけえわ逆に。ピンチはチャンスって。いや旅行しないよ。え、便所さんそんなこと言ってたの、和道に投げるなってそれ営業妨害でしょ、それはさすがにひどすぎるよね。花火あげんのマジで、もう綺麗な花火あげて。石野はね、なんか働いてるらしいよ。リーマンだよ、リーマン。元旅団が花火10発投げたら、いや、じゃあ働くよ。その花火は、うん、働くしかないでしょ、もう。もう前向きに検討するよ。ドレさんの方が花火上がってないよ。正直、ドレさんよりは上がってるわ。余裕で。まあ確かにね、修羅場はくぐってきたけどね、でもね、まあ確かにね、修羅場はくぐってきたけど、数々の。ただね、じわじわ来てるね。じわじわ。じわ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 来てるよ。のんちゃんにプレゼントはしてない。うん。何もしてない。
あの石野が働いてるんだもんね。綿飴は花火あげないって言ってたの？マジで？綿飴そんなこと言ってたの？言わないでしょ、綿飴は。そんないい人だから。旅団のメンバーはもう死んだから、もう反旗を翻したから。打点だから、打点。ドレさん貯金してるかどうか知らん。あら、女がいるんじゃないの？だってあんだけ花火上がってないで、ジムね7個行ってて、家賃ね十何万かけて、無理でしょ。1日3000円も稼げてないんだから。解放の枠でそんなこと言ってたの？マジか、へこむわ。のんちゃん生ポもらってないよ。のりこをソープで働かせることだけはしないから。のりこを売ったらね、数百万数千万入ってくるの分かってるよ俺。のりこを歌舞伎町に沈めたら2000万は固いよ。ただそれだけはやらないから。男のプライドがあるから。のりこを2000万で売る、歌舞伎町に売ることはしないよ。いや、のりこだけは俺の宝物だから。俺の可愛いのりこは手放さねえ。監督って呼ぶな。誰だ俺のこと監督って呼んだやつ。やめろけ。俺のことはニートって呼べ。俺は変わるんだよ。生まれ変わるんだよ。石野の方が立派だよ。はい、こんにちは。T シャツ10枚売れたら、まあ24万8千円入ってくるからな。まあ正直儲かるわ。24万8千円入ってくるからな。誰か T シャツ24万8千円分買ってくんね、マジで。延長したいんでアイテムお願いします。せめて延長代だけでもお願いします。何やっても無理なの。マジかよ。どうも、元旅団です。あ、どうも、ご無沙汰してます。ハート5個ありがとう！ハート5個ありがとう！いや、もうマジで、積んだでしょ、俺。働くしかないでしょ、もう。あの T シャツ、外じゃ恥ずかしくて着れなかった。アンチコメントありがとうございます。キツネやめる？いや、もう俺は、キツネと向き合うんだよ。今、アンチと語り合いたい気分だから。俺は今心の服を脱ぎ捨てて、今真っ裸で今アンチの前に立ってるわけ。もう本音なの、むき出しなの。語り合いたい気分の。俺の心の闇のモンスターたちと、俺が生み出したモンスターと。アイテムください。俺が生み出したモンスターと戦ってんの。ここにあるじゃん、これ T シャツ、これ和道 T シャツ。俺が生み出した心のモンスターたちと戦ってるんだよ。富士の病なの。富士の病。マジか、もう治んねえのかな。T シャツ2万安い。ありがとうございます。俺は今生ポではないよ。生ポではない。30万もいってない。20いくかとか、20いかないかとか、そんな感じ。だってマンスリーランキング圏外だよ。さすがに20いってないわ今。
アドリスナーと周りにバレたらハブられた。マジかよ。ごめんな、なんか。俺のせいでごめんな。なんかごめん。今月いや、今月のアンボってここに書いてあるんじゃねえかよ。え、マンスリー入ったの俺。え、嘘。マンスリーまだ入れたの。ちょっと、延長代ちょうだい、延長代。アイテムください、アイテム。アイテムちょうだい。あれ？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 なんでキャプチャーできなくない？あれ？なんでキャプチャーできないの？あれ？キャプチャーできてなくない？あ、できた。え、俺マンスリーいんの？マジかよ。生き返った？うわ、いる。いた。いるよ、いるよ。ワド監督。ありがとうみんな。生き返ったわ。ギリギリ。ふわっちで所得ランキング150位。ギリギリだね。てか、どれの方が稼いでるって、どれさんいないじゃん。どれより稼いでるだろう。だから俺以下なんだよ。ドレさんいないもん。ほら、俺以下なんだよ。ドレさんはしれっとなんとかギリギリ。さくらえみさんより稼いでない。さくらえみさんの方が稼いでる。誰だよさくらえみって。聞いたことねえよ。知ってる？さくらえみさん見たことある？みんな、ハギパパとか知ってる？ハギパパ、ありがとう花火、ありがとう。ハギパパとかヒフミンに負けてんだよ。ヒフミンって誰よ、知ってんのみんな。ハギパパとかアウロさん、アウロさんとかさくらえみさんに負けてんだよ俺ね。さくらえみさん、アウロさん、ハギパパさん、ヒフミンさん、ユリジライバーさんに負けてんだよ。ヒフミンかっこいいんだ。レオさんとかビーチャソ牧師だよ。ビーチャソ牧師に負けてんだよね。あ、花火いただいたんで延長します、ありがとうございます。いや、もうそういうレベルだから俺。花火ありがとうね、花火ありがとう。いやね、じゃあネタに走ってる場合じゃなくて、働いた方がいいかな、どう思う？働いた方がいいのかな、どうなんだろう。花火いらないってやめて。え、正直賛成なのか反対なのか、あのアンチに聞きたい。アンチでも、もうアンチも囲いもいらねえわ。ちょっと和道リスナーは働いた方がいいと思うの。ちょっとアンケートにする？アンケートいいか。働けかす、働くべき、まだダメ、働け、格闘技できるなら働け、いいんじゃね、配信は仕事だから働いてる、香川バイト、働けハゲ、働くべき。社会に出るの怖えよ。え、何すればいい？じゃあ具体的に言って、具体的に、具体的に、具体的に言って、具体的に。詐欺、詐欺は働くじゃない、犯罪でしょ。33だね俺。土方内職、コンビニ、オレオレ詐欺、作業所。T シャツ屋さん、アパレル、アパレルやったことないな。香川さんのバー大阪じゃん。トイレ掃除、夜間、夜の警備、年上の上司とか我慢、あ、年下の上司がもういるのか、そういうレベルなのか俺、年齢的に。マジか。何月から働けばいい、何月から働き始めればいい、じゃあもう決めよ。明日は無理でしょ、なんか建設的じゃないじゃん。髪の毛は黒くしようね、髪の毛黒くする。いくら欲しいか、まあ10万ぐらいでいいんじゃない。正直配信で10万切ることはないでしょ。8月頭は厳しくね、8月半ばとかじゃないの。
8月だってもう10日しかないよ。いや、配信はやめないです。配信はやめません。今日から働くのは無理っていうか、まだ働くかどうか分かんない。正直分かんないよ。分かんない。もう働かない。映画も撮らない。やめた。全部やめた。やめた、やめた、やめた。映画はザーやる、ザーやる、ザーやるわ、ザー映画やるわ。いや、やめよう。映画をやめることをやめた。うん、わかった。映画はやめない。いや、本気で考えよう。本気で。みんな冷静になって。みんな。みんな冷静になろう。いや、もう、正直自分を見失ってるわ。はい、こんにちは。高校出てない。高校やめた。アパレルって向いてんのかな？え、アパレルってあれでしょ？服の販売でしょ？俺全然オシャレじゃないんだよ。寄り目なんだよ。俺が店員だったら買ってくれんの？無理でしょ？そんなの。無理じゃね？買ってくれんの？買うの？買わないの？リアルヒューマンドラマだから。リアルヒューマンドラマ。店員は無理じゃない？俺は。何が向いてんのかな。3枚 LL？ いや、もう全部売り切れちゃったから。追加発注になるから、あの T シャツ欲しい人 LINE ください。今カメラの話してないから。あ、ごめんごめん。キャメラの話してないから。今キャメラから離れよ。今キャメラから離れよ。とりあえず。フォローをやめようってどういうこと？なんで俺のフォロワー減らそうで言ってんの？なんで俺のフォロー外そうとしてんの？やめて。フォローは続けて。フォロワーだけが俺の取り柄でしょ。 YouTube はもうやってる。花火やめないで。花火はやめないで。花火はやめないでください。いいんだよ、どうせ通知登録してくれてんだから。なんだかんで言って通知登録はしてんだろ。知ってるんだよ俺は。通知登録だけは外さないお前らが大好きだよ。フォローは外しても通知登録は外さないんだよ。だろ？本音だろ？本当のこと言えよ。通知登録はしてるんだろ？知ってるんだから。通知登録。
本当にフォロー外したのやめてくんない？うわ、本当にフォロー減ってる。何それ？本当にフォローしてねえじゃん。フォロワー減ってるわ。やめて、フォロー外さないで。フォローだけはして、お願い。フォローだけは外さないでください。やめてください。フォローだけが生きがいだから。根本的な問題だから、それは。アンチは減ってない。なぜか知んないけど、アンチだけは減ってないんだよね。なんでなの？増え続けるのはアンチだけなんだよ。減り続ける信頼。何それ、もう。やだね。フォローバックをしたら、どれの深夜食堂をフォローすることは俺にはできないよ。ドレッシングとかをフォローすることはできないから。アンチ多いよね。疲れるよ、もう。アンダー1000だったら俺無双できるよ。さすがに、アンダー1000とか、なんつうの、あるじゃん、イベント。アンダー1000、アンダー500とか。多分無双だよ。あえてそれでもいいかもね、なんか。仮想配信者の中を荒らしまくるっていう。仮想配信者のライバルになるっていうのいいか。アイテム禁止じゃないよ。バンバン投げて。アンダー1000でも勝てないの。マジかよ。何をしてるんですか。何もしてないから叩かれてんの。俺はさすがに過疎なの。俺過疎かな。過疎ってる。俺過疎なの。アイテムは禁止してないよ。アイテム欲しいよ。やめて、アイテム禁止とか言うの。やめて、アイテム欲しいよ。アイテムは欲しいよ。さすがに中堅は名乗ってもいいだろう。さすがに中堅は名乗ってもいいだろう。いや、大手ではないけど、中堅は中堅じゃない、正直。どう思う？アイテムはかそってるけど、いや、フォロー外さないで。いや、剣と同格ではないでしょ、さすがに。子さん？まあ確かにな、マンスリーランキング150位の大手とかいないもんね。確かに中堅ではないかもしんないね。バガありがとう。バガザイス。確かによくよく考えたら、マンスリー150位で中堅とか吠えてたらくっそ恥ずかしいよな。よくよく考えたら全然中堅じゃねえじゃん。確かに残念ながら。確かに言われてみたらそうだな。オワコンだね。無駄に高い知名度。元大手なの。まあふわっちゃアイテム至上主義だかんね。俺デイリーランキングなんか久しく入ってねえよ。デイリーランキングとか関係ないから俺。ただ長く配信してるだけの老害。すいません。もうでも若い子が伸びてるからいいじゃん。世代交代変わったんだから。マジでフォロー外したのやめてくんね。マジでフォロー外してんの？うわ、ほんとだ。引くわ。うわ、マジでフォロー減ってる。うわ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 。え、マジで？嘘。うわ、花火師がいない。え？え？あの人フォロー外したの？やば。重課金者のフォローが外れました。うわぁ。月収7万落ちた、俺。月収7万落ちたわ。月7万円の花火師が
マジで これマジか。え、嘘でしょ。月7万円の人がいなくなった。わあ、マジか。重いな。消えたか。さよなら。マジか。7万円の花火師はでかいよ。7万円、今のこのトークで7万円、月収7万円、月、年間84万円失ったんだよ。いや、リスワンとか狙ってないよ。引退はしない。いやいや、もうこの枠で終わるよ。この枠で、引退してほしいの。なんで、何、また減ったの、フォロワー。嘘でしょ。え、フォロワーまた減ったの。ちょっと待って、ランキングチェックしよう。嘘でしょ。いや、減りすぎだろ。フォロワー減りすぎだろ。え、マジかよ。え、あ、大丈夫だ、無課金だわ、無課金だわ、ノーダメージだわ。無課金だった。無課金が3人減った。無課金が3人減った。無課金はノーダメージだから。無課金はノーダメ。7万円、7万円減ったけど、7万円の花火師はいなくなった。だから無課金はノーダメージだから。ノーダメージ、ノーダメージ。この枠で5人減ったんじゃないよ。3人フォローしてるから8人減ってるから。うるせえよ、無課金は無課金なんだよ、黙ってろ。クモン逮捕は遅いよ、情報。俺はクソだよ。あ、レント NG だから気をつけてね。金払わないリスナー、本音言っていいんすか。本音で言っていいんすか。無課金いるかいらないか言っちゃっていいっすか。じゃあ俺の本音、俺今失うもんないから何でも言えるよ、何でも言えるよ。ただ荒れるよ、荒れるよ。無課金はいる、無課金はいる。はい、好感度上がった。はい、好感度爆上げ。無課金勢がもうほんと今もう爆上げ。好感度しか上がんなかった今。フォロワーまた減ったの、マジか。え、今の好感度上がったんじゃないの。マジでまたフォロー減ったの、マジかよ。あ、減ったわ。何言っても減るわこの流れ。引退は多分ねしないと思う。引退はしないと思う。引退しません、引退しません。寂しいでしょ、寂しくない。俺がいなくなったら寂しくない、どう思う。超寂しいでしょ。
無課金の女王矢野ラッキーやめてください、うん、ああ何俺どれがいるから全然平気なの。え何俺とどれさんのフォローってかぶってんの。人間不信にはならないよ。ありがとうアイテムありがとう。ああ当分しょもな なんとかの事情でお休み、ちょっとごめん、なんて漢字が読めないんだけど、ああ漢字が読めねえわ、うん、フォロワー減ってるのなんで、うん、マジかよ、うん、マジかよ。和道は知識も話す能力もあるんだからブレずに自信持とう。ありがとうありがとうありがとうございます。あこの人かいいこと言うな、いいこと言うわ本当に。ファンの鏡やで、うん、まあ確かにね俺がいなくなったら見るもんなくなるっていうのはわかるよ、うん、わかるわかる。和道は詐欺師、どれは変態、うん、まあ突っ込みどころがないよ、うん、正論だよ、うん、千葉スタイルの話はしないでください。千葉スタイルの話はやめてください、うん、見るものがないんだ。え、ぶっちゃけた話、和道リスナーじゃん今みんなは。一番俺何位ぐらいの面白さなの、みんなの中で配信者何番目に思っ、ていうかフォロワー減りすぎだろ9人かよ、シャレになんねえわ、うん、本気で減ってんじゃねえか。え、まあいいや、ちょっとフォロー外さないでフォロー外さないで本当に。10番目3位、グッドボタン押して、いや YouTube やってないわ今、うん、県外1位、嬉しいね、嬉しいわ。150位ぐらい、あマンスリーランキングぐらい、8番、リアル、うん、最下位な最下位なの俺、うん、波があるね、うん、3番目ぐらいか、1番、マジかよ、ギリブロックしてない、うん、確かにな、ブロックしてるってことは見れないってことだもんな。ブロック、まあフォロー外してもブロックしてないってことは俺のこと好きなんだろうな、そういうことでしょ。フォローは外してもブロックしてないってことは俺のことをしょうがない、見たくてしょうがないんだ、大好き、大嫌い大嫌い大嫌い大好き、いやそういうことでしょ。だってブロックできないんだもん、俺が気になるから。俺のことが好きすぎてフォローは外すけどブロックをすることができないんだよ、ブロックはできないんだよ、わかる、もうそう見たいんだよ俺のこと、俺が気になってしょうがないんだよ、俺のことが大好きなんだ、うん、めっちゃフォロワー減ってるね、めっちゃフォロワー減ってる。株が大暴落だ。和道株。映画撮るよ。映画撮りますよ。うん、マジでブロックすんの俺のこと。やめて。うん。お客様が決める時代、選ばれる会社組織やめて、ほんと、うん、千葉スタイルの社訓やめて、うん、監督としてアドバイスをしてやる、うん、人生ね、まあスリリングってっていう風に強気で言いたいけど、ただただ恐怖に怯えてるだけだから、
もう怯えたチワワ状態だよね。よく言えばスリリングだね。ただただスケアリーだよ。アイムスケアリーだよ。アイムスケアリー。そう。こう、よく言うと、スリリングだね。和道さん、私和道さんで売名してないよね。狐枠だから分かんないよ。159号さんが誰か分かんないから。玉の輿？みんなは私が和道さんで売名してるっていう。いやだからあなたが誰だか分かんないっつの。159号さん狐枠だからあなたが誰だか分からないんで、ふわっちの仕組み分かんないのかな。あなたが誰だか分かんないのにみんなが和道さんで売名してるとか言われても分かんないよ俺。何の話。159号さんありがとうございます。面接に行く電車代ありがとう。あ、これ働けってこと。花火さん、花火さん俺に働けっていうこと。マジかよ。働けってこと。 ありがとうございます。あ、これ電車代だから花火代にしちゃダメか。カメラ代にしたらダメだこれ。まあいいか、カメラ代にします。サブアカのフォローも外すの。いや電話かけてくれば。それコメント、匿名枠のコメントでさ、私和道さんで売名とか言われても分かんないよ。分かんないよ。な、電話かけてきなよ。配信者なら電話かけてきて決めればいいじゃん。今花火を投げたやつは詐欺師の仲間です。マジかよ。すげえ悪いやつだな、花火投げたやつえ、今花火投げた人って詐欺師の仲間なの。くっそ悪いやつじゃん。悪っ。 花火師何、詐欺師の仲間なの。そう、悪いやつだな花火師。マジかよ。コンビニの面接受かる気がしないよね正直。全然受かる気しない。あ、延長するんでアイテムお願いします。延長するんでアイテムお願いします。アイテムお願いします。いや死なないよ。コンビニ受かったらリア凸とかもう全然ダメでしょ。ピッコロありがとう。延長するんでアイテムお願いします。だって延長代も稼げなくなってんの。延長代も、いやだって延長代欲しいもん。頼むよ。もう頼むよ。みんなお願いします。お願いします。延長代ください。お願いします。頼むよ。この枠で終わる？いや、この枠でっていうのは延長代稼げなくなったら終わりだよ。配信者として終わるんだ。引退しなくないよ。引退しないよ。駅前で募金募ったら捕まるっしょ、多分。
下着着て踊れ。いやもうそれだけはできない、プライドが許さないから。一応2枚目でやってきてるから、2枚目でどうしても引退はしません。風船ありがとう。ハート5個ぐらいかな、ハート5個がちょうど延長台ぐらいかな、ハート5個ぐらい、30分にハート5個かかる。ちなみに風船1個は1円にもならないから。花火1000発で引退は無理でしょ、50万で引退とか無理でしょ。つらたんだよ、それはできねえな。そんな安い金で俺のファンを裏切ることはできねえよ。俺の可愛い可愛いファンのために俺は放送をやるんだよ、やめて。ファンのための放送だから、ファンクラブだから、和道ファンクラブ。花火上がってんなら延長しろって言われてもね、30分に1回延長するわけだから。フォロワーダダベリしてるよ、ダダベリ。タバコケースね、もう何年も使ってる、革、本革製、だいぶ黒ずんできたね、俺のタバコケース。50万なんて久しく稼いでないよ。50万なんか2回ぐらいじゃないの、超えたの2回ぐらいだよ。ちゃんまんは俺のことブロックしてるから潜ってない。ちゃんまんは絶対俺の放送見てない、俺のこと何にも分かんないはず、話題にすら出さないよ。ちゃんまんは俺の放送絶対見てない、話題に出してないもん、俺のことブロックしてるから。アイラは別に低能ではないよ。ふわっちナンバーワンだぞ、あいつ。低能ではねえだろ。むしろ有能だろ。キャメラ買うのに何ヶ月かかる？わかんない。正直わかんねえわ。みんな次第だよ。みんな次第。みんなのお気持ち次第だ。元気玉みたいなもんだよ。みんなのコツコツ貯めたお金がキャメラに変わるんだよ。ゆいがさんは見てるね、ゆいがさんはよく見てくれてる。ちょっと延長代頼むよ、みんな。ちょっとアイテム頼むよ、よろしく頼むぜ。ダメなのかい、このまま終わりかい。じゃあやめっか、寝るわ、寝よ。マジかよ、200万稼げてたのにホームレスなの。寝る寝る寝るわ。あと4分で終わりにするわ、ありがとう。おやすみ。そうだな、あ、いいよ。おやすみ花火ください、おやすみ花火ください。おやすみ花火いただいたら延長するんで、おやすみ花火いただいてもいいですか。おやすみの花火、おやすみ花火で僕延長しますよ。どう？おやすみ花火。グナイ、グナイ花火。ダメ？ハートは？わかったよ。パフェでいいや。パフェでいい。わかった。花火とか言わない。パフェ。いやいやいや、もうちょっと喋りたいんだって。もうちょっと喋りたいんだってさ。ねえ。
もうちょっと喋りたいんだよ。まだ不完全燃焼じゃん。結論出てないじゃん。ねえ、結論がまだ出てないから、ちょ、頼むって、本当に頼むってば。本当に、いや本当に、いや寝たくないの。もうちょっとなんか手応え感じたいじゃん。なんかこれフォロワー減っただけじゃん。頼むって、頼むって。やったぜベイベー、やったー、ありがとうありがとうありがとう。おやすみなさい、お疲れー、おやすみー。と思うじゃん、と思うじゃん、からの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 延長します。めっちゃセクシーだったでしょ今の。めっちゃセクシーだったでしょ。キュンキュンしたでしょ。いやキュンキュンしたでしょ今の。じらされた感じ。ハート爆弾ありがとう。キュンキュンしてる。もうこのハートが物語ってるわけだから、もうリスナーからの愛が半端じゃん。ハートがすごいから、もうワドさん素敵みたいな、じらされてるみたいな。わかるこれ、ハート爆弾が来てるの。ハート爆弾が、ハート爆弾ありがとう。もうキュンキュンしてるから。あ、これもう、これもう半端じゃないね。もうワドチャンピンでしょ。ワドチャンピンだよ、ワドチャンピン。ワドチャンピン状態だよ。ありがとう。いやーもう花火が上がり続ける限り俺は無敵だと思ってるから。花火が上がり続ける限りワドは無敵なんだよ。たった一人の花火師がたった一人の配信者を救うんだよ。それがフワッチ、フワッチ。わかる？冴えない男をヒーローに変える。たった一人の花火師がゴミクズをダイヤモンドに変えるんだよ。それがフォワーチ。わかる？でもね、確かにね、最近配信テクニック腕がなまってるなっていうのはね、感じる。特にね、鮫島さんの車の運転で助手席に乗るとすぐわかる。鮫島さんキレッキレなの、トークが。最近ね、俺ね、ちょっとふわっちのぬるま湯で、ニコ生時代のトーク力ない、俺に。それは確かにわかる。ちょっと配信スキルが落ちてるね、最近。特にトークスキルが。トークスキルがね、絶望的に落ちてるね。前世紀の俺はね、キレッキレだったから、ほんと。抜刀斎だから。さながら抜刀斎だよ、ほんとに。いや、もともとすげえキレッキレだったから、俺。ほんと。めちゃめちゃキレてた。そして、初見を虜にしてたね。初見を虜に。うん。初見の心、もう、わしづかみだよ。Gパンの育ち具合すげえやばいよ。よくないこのヒゲ。このヒゲと当たり、当たりが半端じゃない。ここの当たりやばいでしょ。ここのヒゲと。もうすげえかっこいいよ。いい感じだよ。ここに入るシワとかもかっこいいし。斜めにザーって入る。一回も洗ってないかんね。ノンウォッシュだから。
めちゃめちゃかっこいいでしょ。ブラッド・ピットだよ、ブラッド・ピット、いいでしょこのジーンズ。これはね、さすがにね、和道のことディスってもこのジーパンディスられない、いいでしょ、このジーパン。ハウマッチ、これオレンジタグなのかな、どうなの、これ何タグっていうの、これどう、これ何タグっていうの、これどう、見て、これオレンジタグっていうのかな、わかんねえわ正直。これオレンジタグ、シルエット良くない、ジーパンがかわいそうの意味がわかんないんだけど、どういうこと、何ジーパンがかわいそうって。いやでも今ね、あれだよ、なんか漁師の人にわざと新品のジーパンを半年履かせて、それプレミアで売ったりするんだってよ。なんかそういう時代らしいよ今は。え、これ買ったらいけないリーバイス2位なの、マジで言ってんの、え、これ買ったらいけないリーバイス第2位なの、え、なんでなんでなんで、え、ちょっと待って、それどこのサイトで見れんの、マジかよ、これ買ったらいけないジーパン第2位なの、え、マジで言ってんの、これか、めちゃめちゃ気に入ってんだけど、嘘でしょ、本当に言ってんの、それ URL とか貼れる、これめちゃめちゃかっこいいんだけど、マジかよ、そんな感じなのかよ、裏原調査第2位なの、マジかよ、505じゃないよこれ、シルバータブが流行ってんだ、シルバータブって何番、ダメリーバイスなんだ、うん、知らなかった、裏原で第2位にダサいって言われて絶対買っちゃいけないジーパン第2位を俺履いてんの、おしゃれ、日本でおしゃれナンバーワンと言われてる裏原で、裏原の人たちが絶対に買ってはいけないジーパン第2位を俺クソかっこいいと思って履いてんのかよ、マジかよ、半端ねえな、時代と逆行してるの、へこむよ、URL 来た、 URL 来たよ、見るの怖えんだけどどうしたらいい、これ見るべきなのかな、 URL 来たけど行くよ俺、勇気出すよ、うわ怖えな、買ってはいけないワースト5位、うわ日刊スパ、買ってはいけない第2位、マジかよ、大丈夫か、買ってはいけない第1位は、第1位は、うわうわ、トレンドリーダーにはなれないかもしんないな俺、和道さんが履いたら何でもかっこいいです、ありがとう、え、これユニクロなの、え、何、偽 URL ってこと、あ、ユニクロじゃん、ユニクロワースト5じゃん、ユニクロの商品じゃん、なんだ全然違うよ、大丈夫だった、セーフだった、嘘ネタだった、嘘情報だったわ、ユニクロだわ、ジャガイモ王子の話題とか知らないよ俺、ジャガイモ王子の放送見てないから、寄り目は障害なんじゃないの、
ユニクロ、ユニクロも俺結構履いてたから、やっぱ親近感あるよ、やっぱ。俺はリーバイスに行く前はずっとユニクロ履いてたから、やっぱユニクロが俺にを育ててくれたみたいなところあるからね。ユニクロ、え、嘘？俺と今ジャガイモ王子ってライバルみたいになってんの？ジャガイモ王子が俺の何正統派ライバルみたいになってんの？和道かジャガイモ王子かみたいな争いになってんの？違うでしょ、便所太郎か和道かみたいな感じでしょ。なんかかっこよく遊んで生きてる男、便所太郎 VS 和道みたいな。違うの？どちらかというと俺便所太郎ジャンルだと思うんだけど。違うの？え、ジャガイモ王子俺より閲覧あんの？マジで？いや、便所さんでしょ。さすがにジャガイモ王子は劣化版でしょ、俺の。便所太郎か和道かみたいな派閥争いに見えるけど、俺は。アイテムもジャガイモ王子の方が上なの？マジで言ってんの？マジで言ってんの？え、便所さんか俺かみたいな感じじゃないの？違うの？ひどんなか和道かみたいな。え、嘘？ジャガイモ王子の方が俺より稼いでんの？本当に言ってんの？え、ジャガイモって今そんな稼いでんの？マジかよ、すげえな。いや、だから便所さんかっけえ、和道さんかっけえみたいな感じじゃん。和どんなってやめて。ういっすー、ういっすー、ういっすー。頭下げて小じきしろ。まあ確かにね、ふわっちランキング150位だからね。だからワンピースで言うところの、バギーだよ。同家のバギーだよ。いや、バギー支部会入ったから、ワンピースで言ったら俺何かな？ 150 位って何かな、キャラクター。ゾロ。ロロノアゾロ。ワンピースで言ったら、ドラゴンボールで言ったらトランクスじゃん。トランクス、悟空ではない、ご飯でもない、ベジータでもない、トランクス。ワンピースで言ったらなんだろう、ヘルメッポ。俺ヘルメッポなの？ちょっと待って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 、俺ヘルメッポなの？マジかよ、ついにヘルメッポまで来てしまったのか。ウーロン、ヤムチャ、早期弾かっこいいじゃん。早期弾好きだよ。ヤムチャ結構良くない？早期弾。ローが夫婦剣。ローが夫婦剣かっこいいじゃん。ランチはめちゃめちゃアイドルでしょ。早期弾かっこいいでしょ。ローガ夫婦剣とか結構いい技だったと思うよ、早期弾は。ブランニューって誰だろう。だってブルマを仕留めたんだよ。いや、違う、射止めただ。前世紀のヤムチャはこの女と付き合ってたんだよ。ねえ。お前ら童貞には分かんないかもしれないけど、これが彼女だよ、これ。羨ましいだろ。こいつが、このブルマさんが、この前世紀のブルマさんが付き合ってたんだよ。それがヤムチャだよ。この頃のブルマは半端じゃないから、もう。この頃のブルマさんは。
お前らこのクラスの女と付き合えんのかよ、童貞のくせに。100年早いよ。いや、めちゃめちゃ可愛いでしょ。ロマンティックあげるよ。ロマンティック。分かったよ。フィギュア気持ち悪いんなら別のにするよ。やめとこ。やめとこ、やめとこ。こっちなら気持ち悪くないでしょ。これにしとこう。これね。今日のフィギュアこれ。のりこいい女だよ。のりこを占いババとか言うのやめてください。亀仙人のお姉さんではないですから。俺33歳。いや、働いた方がいいかなとか思って、どう思う ?204 号さんどう思う、やじろべえ、お前ベジータ仕留めたやつだよ。めちゃめちゃ感動したでしょ、あのシーン。ベジータの尻尾切ったんだよ、やじろべえ。あいついなかったら人類終わってたよ。あの時のまさかのやじろべえ飛び込んできた時。このシーンめちゃめちゃ感動したかった。俺本当に鳥山明天才だと思ったもん。何の脈絡もなく、何の脈絡もなく、やじろべえが抜刀するんだよ。あれめちゃめちゃかっこよかったよね。俺、あれはもう全然忘れた?いや、大猿になって、悟空やって、で、ご飯が大猿になって、でそれでもご飯やられて、で、もう絶対絶命ってところでいきなり次のカットでヤジロベイが抜刀して尻尾切るんだよ、スパって。で貴様ってなるんだけど、パーって逃げて、でどうなったんだっけその後。あ、じゃあで、いや、ご飯、ベジータの尻尾を切ったところでご飯が覚醒するんだ、ブルーツ派を見て。そうだそうだ、それでご飯が大猿化して踏み潰すんだ。懐かしいね。思い出したわ。クリリンの先輩の嫌なやつって誰？クリリンに先輩なんかいないでしょ。俺風呂入ってるよ。え、元気玉跳ね返すのは、え、元気玉跳ね返す？え、そんなんあったっけ？え？元気玉跳ね返す？それはご飯が跳ね返すんだけど、え、どのシーンだっけ？え、元気玉跳ね返すのは、あ、違う、クリリンに元気玉を委託して、クリリンならコントロールできるってなって、クリリンがベジータに投げてご飯が跳ね返すんだ。そうだ。それがとどめだ。そうだそうだ、思い出した。悟空がボロボロにやられて手貸せっつってクリリンがこうやってやるんだ。で、お前なら操作できるはずだって。これは木のコントロールが難しいからご飯じゃダメだってなんだ。そうだ。え、クリリンに先輩なんかいたっけ？クリリンに先輩なんかいたっけ？まあ、トークマジシャンって呼ばれてるからね。ふわっち界のトロピカルトークさせたら和道って言われてるから。喋りでここまで来たからね。新年？いやー、いたっけ新年って。亀仙流に入る前って、もうデビュー、クリリンが出た時は、亀仙人のところにいて、なんか、はい、こんな感じで出てくるじゃん。ピカーンみたいな感じで。ジャッキー・チューン良かったね。ジャッキー・チューンは確かに良かったね。クリリン、それアニメ版とかじゃないの？俺コミック版しか分かんないんだけど。
え、そんなのいたっけ？え、コミックしか読んでないの？俺アニメ見てないんだけど、いた？そんなやつ。いなくね？いたっけ？え、コミックでクリリンの先輩なんかいた？いや、俺はデビュー、クリリンが出た時にはもう、悟空が亀仙人弟子入りする時に急に現れたキャラクターでしょ。天空ペケ事件は違うでしょ。え、いないよ。いないいない、絶対いない。絶対いない。いや、クリリンの先輩なんかいない。臭いやつはいたじゃん。なんだっけ、クリリンが苦戦するやつ。おめえには鼻がねえぞクリリンっつって気づくやつ。臭いやつは知ってる。いじめられて天界一武道会でやっつける。いや、そんなのいない。俺は詳しいから。いや、絶対いない、絶対いない。俺は認めない。いないっつってんの。俺がいないっつったらいないんだよバカ野郎。うるせえな。何年やってると思ってんだよ。いねえんだよ。うるせえな。何年目だよ、じゃあお前。お前何年目だよ。いないもんはいねえんだよ。うるせえな。何年目じゃあ、ねえ。何年目？いないもんはいないんだっつってんの。何年目だよ。25年やっててそれかよ。節穴かよ、本当に。クリリンはクリリンなの。いません。いないっつったらいないの。いないっつったらいないの。しつこい、本当に。本当にしつこいよ。いないもんはいないんだよ。いや、ググらない。俺は記憶力の天才だから。記憶力ランキング世界7000位だから。絶対ググらない、絶対ググらない。ググりません。にわかが。アニメ版でしょ。アニメ版のオリキャラだよどうせ。俺の予想、アニメ版のオリキャラ。ほらほら見ろ、アニメ版じゃん。ほらほらほら見ろよ。ソースで出してきたのアニメ版じゃねえかよ。原作で出してこいよバカ野郎。ほら見ろ、また勝ちじゃねえかよ。原作に出てねえじゃねえかよ。言った通りじゃねえかよ。お前記憶力なめんなよこの野郎。言ってみろよじゃあ。鳥山明原作のドラゴンボールで出してみろよこの野郎。何年やってると思ってんだよオタクをよ、バカが。いねえもんはいねえんだよ漫画に出てねえ。じゃあソースを出せよ、ソースを。出てねえだろうがよ、ソース出してこれだろうがよ、バカ。何年オタクやってると思ってんだよ。あ、花火ください、お願いします。花火ください、花火お願いします。延長するんでアイテムお願いします。ググらないよ。ググりません。延長代お願いします。延長代お願いします。絶対勝てないから俺には無理。絶対勝てない。もう漫画のドラゴンボールなんか初歩の初歩だから。初歩の初歩の、もう初歩の初歩。ありがとう、アイテムありがとう、延長します、ありがとうございます。ほら次のソース、ほらほら、もうアンチ負けたよ。ほらこんなくだらねえソースだき、なんだこれ、なんだこれ、くだらねえソースだき出してきたよ。もうネタに走ってきたよ。12巻に出てるとか言って、バカじゃないの本当に。なめんなよオタクを、バカ。俺がいねえっつったらいねえんだよ。なに勝手に無理くり、いるわいるわ。ソースを出せよ、ソースを。じゃあオタクなめんなよ。ドラゴンボール何回読んでると思ってんだよ。
出てこねえもん、出てこねえんだよ。だからお前らいつもそうじゃん。自分の記憶歪めているわいるわっつって。しょうもない。はいはい、もういい、もういい、もうもういい。じゃあ出してみろよ。じゃあクリリンの先輩出してこい、連れてこいよこの野郎。オタクなんだろ、何年やってんだよ。出てこねえじゃねえかよ、クリリンの先輩よ。クリリンの先輩出してみろよ、天下一武道会のやつをよ。何巻に出てくんだよ、何ページに出てくんだよ。出せよ、クリリンの先輩を出せ。連れてこいよ、連れてこいよ。じゃあそこまで言うんなら、そのクリリンの先輩をここに連れてこいよ。なんで出てこねえんだよ、いねえじゃねえかよ。連れてこいよこの野郎、クリリンの先輩出せっつってんだよ。クリリンの先輩よ、どこにいんだよ。クリリンの先輩出せよ、じゃあ早くよ。許さねえぞマジで、こんだけコケにされてよ。お前らがいるっつったんだろ、てめえらで打った喧嘩だろ。クリリンの先輩出せよ。うるせえなバカが。お前らが言ったんだろ、クリリンの先輩出せっつってんだよ。しょうもねえ。本当にすいません。はい。すいませんでした。すいません。少々こきました。ちょっとすいませんでした。はい。ちょっとすいませんでした。鳥山明先生もすいませんでした。はい。気をつけます。はい。すいません。許してください。すいませんでした。すいません。まあ、間違えることもあるから、人は。失敗を糧に、失敗を積み重ねて、成功があると俺は思ってるの。だから今回の件は反省する、
俺が悪かった、うん、すいません。クリリンの先輩は確かにいた、うん、すいません。ありがとうございます。花火ありがとうございます。本当にすいません。申し訳ないです。ちょっとドラゴンボールはちょっと読み返すわ、うん、いや損だった本当に。ばあちゃんが言ってた、本当にばあちゃんが言ってた通りだったな、うん、クリリン先輩2人いるとは思わなかったね本当にがっつり2人出てきたね、うん、いやばあちゃんよく言ってたね、あのお前は口から生まれてきた男だって、うん、口先だけで生きてきたなってよく言ってたばあちゃんが。男はあんまり喋るなって言ってたばあちゃん。男は喋るなって言ってたね。あ、延長します。アイテムお願いします。延長するんでアイテムお願いします。延長するのであと1分なのでアイテムお願いします。もう寝るか。ちょうど話も終わったし、寝よ、うん、クリリンの必殺技なんていっぱいあるだろうがよ。じゃあ勝負するかなあ、クリリンの必殺技対決。じゃあいいよ、ドラゴンボールの必殺技どっちが。花火ありがとう、ありがとうございます。アイテムありがとう、匿名さん花火ありがとう。じゃあ今度はドラゴンボールの順番にやるか、順番にやるか。じゃあなあ、お疲れっす。順番にやる、ドラゴンボールの技ググるなよ。じゃあ俺から行くぞ。技名な、技名30個言えたらいい、何個言えるか。行くよ。じゃあ俺本気出すわ。じゃあ一人でやるよ、一人でやるから答え書くなよ。俺が言う、だから書くなっつーの。じゃあ行くよ。俺から行くぞ。カメハメハ。行くよ。カメハメハ。俺が言ったの書いていいから。1個目カメハメハ。ログ残して1個目カメハメハ。行くよ。OK。30個絶対言ってやるよ。1個目カメハメハ。OK。1カメハメハって書いて。2、海王拳。2、海王拳。3、元気玉。3、元気玉。4、紀炎山。紀炎山。ね、クリリンの技、紀炎山。5、ローガ夫婦剣。ローガ夫婦剣。6、早期弾。早期弾。魔漢口殺法。7、魔漢口殺法。7、魔漢口殺法。なんだっけ。8、魔風馬。8、魔風馬。魔風馬。魔風馬返し。9、魔風馬返し。魔風馬返し。マセンコ。ご飯の必殺技、マセンコ。10来たよ、10来たよ。ここまで OK?OK?10 来たよ。OK?OK?OK でしょ ?OK? ここまで。ここまで OK? いけてる?いけてる?残り20でしょ?残り20、行くよ、俺。花火くれよ、本当に。ギャリック砲。ギャリック砲。11ギャリック砲。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。ファイナルフラッシュ。デスビーム。フリーザのデスビーム。
デスビーム、13ね、デスビーム、気候法、気候法の新気候法15ね、気候法、新気候法で次ドドンパ、ドドンパ16、ドドンパ、ギニュー特戦隊のチェンジ、ギニュー特戦隊のチェンジ、ギニュー隊長のチェンジ17、チェンジは技名ではないの？チェンジはダメなの？チェンジはチェンジって、あ、ボディーチェンジだ、ごめんなさい、17ボディーチェンジだ、ボディーチェンジだ、そうでしょ、ボディーチェンジだよね、ボディーチェンジだよね、合ってるよこれ、絶対合ってる、ボディーチェンジでしょ17は。チョコになっちゃえだ、うん、チョコ、魔人ブーのチョコになっちゃえがあるよ、チョコになっちゃえ、魔人ブーのチョコになっちゃえがあるよ、うん、チョコ、チョコになっちゃえ、いや、あるでしょ、チョコになっちゃえって技あるでしょ、あれ違うの？じゃあいいよ、天空ペケ事件、天空ペケ事件、天空ペケ事件、じゃあいいか、18番、天空ペケ事件、天空ペケ事件はあるだろう、18番あるだろう、天空ペケ事件がいいだろう、天空ペケ事件は合ってるだろうな、ゆっくり行くよ、ゆっくり、時間は腐るほどなんだから、うん、で19番、手が生えてくるやつなんだっけな、ビッグバンアタック、19番ビッグバンアタックがあるわ、ビッグバンアタック、ビッグバンアタック、はい、ビッグバンアタック、あ、今出たね、ビッグバンアタック、ほら、あと11個だよ、あと11個だよ、あと11個だよ、あと11個、いや、ビッグバンアタックあるでしょ、ベジータの大技だよ、ビッグバンアタック、残像拳、残像拳20番。ああ。で、あと10個ね。瞬間移動、21番瞬間移動、
瞬間移動21番。来た。瞬間移動。武空術。21番、武空術。21番、武空術。瞬間移動はヤードラック星人だよ。フリーザにやられた後、ね、ヤードラック星にたどり着いたんだよ。ヤードラック星人。あと8個だよ、あと8個。あと8個。あと8個。バーニングアタック、トランクス出しやがった。バーニングアタック、フィニッシュバスター、来た。バーニングアタックとフィニッシュバスター、あ、来るよこれ。トランクス来たから、バーニングアタック、ダイナマイトキック、サタン、ダイナマイトキック。あと5個、あと5個。スーパーゴースト神風アタック、スーパーゴースト神風アタック、これあのゴテンクスね、死ね、連続死ね死ねミサイルでしょ？デスボールもあるわ。デスビームの後に。あと二つ。誰かあるかな？あと二つ出てこねえな。フュージョンがあるでしょ。フュージョンが。そうだ。フュージョンがあるじゃん。ゴテンクスが出てきたっていうのは。あと1個だよ。あと1個。あ、サタンミラクルスペシャルウルトラスーパーメガゾンパンツ。はい。はい、俺の勝ち。はい。俺の勝ち。はい、はい、またアンチの負け。はい、俺の勝ち。うん、オーラ見ろ。ありがとう、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 サンキュー。トランクスで流れ変わったわ、うん、トランクス、未来のトランクスでだいぶ流れ変わったね。いいよいいよ、花火とかもう、いいよ、俺の勝ちだよ。
負けないよね。俺の勝ち。ほら、アンチが囲いに変わるよ。アンチが囲いに変わったよ、今。クリリンの最新、もういい。もう、勝てないよ、俺には。まだ言ってんの。無理。いや、クリリンのミスはだから取り返したよ。見直されたんじゃないの、うん、謝るときは謝る、失敗を認めて、で逆になんかひっくり返してやったよね、うん、非公式はやってない。悪いね、非公式はやってない。いや勝ったよ、うん、そう、間違いはすぐ謝る、ごめんなさいちゃんとすることで、取り返すこと、信用をね。もういいや、勝ったから気分いいわ、気分がめちゃめちゃいい、本当に。捨て頃の分も勝ったでしょ、うん、今のは、うん、直樹兄さんに勝ったでしょ、テルチャンピンと、なんかそんな気分だわ。テルチャンピンと直樹兄さんに負けた分が、それも取り戻した気がする。なんか2年越しに勝ったわ、久々に。うん、じゃあそろそろ終わりにすっか。みんなアイテムありがとうね。俺そろそろ寝るわ、なんか気持ちいいわ。うん、じゃあお疲れー。お疲れ。